こんにちは。島村楽器ミュージックサロン船堀店サックスインストラクターの内山初音です。本日はリーフレックの吹き比べを行っていきたいと思います。どのリーフレックを買おうか悩んでいる方や、リーフレックの素材の音の違いを気になっているという方はぜひご参考にしてみてください。ゴールドプレートをお聞きいただきました。このリーフレックは響きの線がすごく太いです。そして小さな音から大きな音、低音から高音まで全ての音域がムラなく響きます。演奏者のやりたい表現がそのまま音になるので、表現をつけたい、多彩な表現をしてみたいといった方におすすめだなと思いました。リーフレックの吹き比べいかがでしたでしょうか。私が演奏して思ったことをお話しさせていただきました。島村楽器ではリーフレックを試奏していただけます。ぜひお気軽にご来店ください。そして概要欄に他のリーフレックの動画も載せてありますので、よろしければご覧になってみてください。それではありがとうございました。